今日ね茨城遠征に来てるんですけど、今日のランチはねちょっと贅沢に、まあ、贅沢にしても751円ですけど、お店で食べるよりはね全然安いです。チキンライス&ハンバーグプレートね298円、やっぱり声優さんね超安いんですよね。そしてこれはね、まあ、1個でも良かったんですけど、私大好きなねコーンがたっぷり入ったね、北海道産コーンがたっぷり入ったコロッケ2個、そしてねこちらもちょっと食べたかったんでね、濃厚ソース焼きそば小198円、これでいただきたいと思います。ちょっと開けてみましょう。はい、ということでね、まずはねチキンライスとハンバーグとかのやつなんですけど、いや素晴らしいですね。なんか玉ねぎがねみじん切りっぽかったんでね、これをにしました。そしてね、ハンバーグの下にはナポリタンも隠れてますね。で、オムレツとソーセージ、コーンコロッケ、ほんとね、コーンたっぷりだね。これはうまそう。そして、焼きそばもね、この照りがやっぱ青のり、紅生姜っていうのもね、いいんだね。こんなのでちょっといただきたいと思います。いただきます。